次百面相のボーカルがいて観客は笑顔で踊りツインボーカルのバンドなのに楽器を置いて全員前に出て行ったり、そして全員沖縄出身で、でも実は今みんなで高知県に住んでいる。そんなバンドジャーバーボンズがやってきた。おはようございます。晴れバンドだ。おはようございます。昨日夜中に高知から帰ってきました。おはようございます。もう慣れっこです。慣れっこ。昨日ライブあったんですけど、終わり次第大阪向かって、でちょっと寝て。うわすごい。公園の一角で行われる沖縄の催し物に呼ばれたと思いきや、その規模の大きさにびっくりのメンバー、はい、会場は琉球一色、まさに琉球フェスティバルだ。先輩ミュージシャンのリハに思わず聞き入る。これはまた沖縄ではなく県外でできることがまたすごいな。やっぱ俺らももう結成して13年目なんですよ。バーボンズのインディーズからメジャーデビューは2年前ですけど、それが今県外でいろんな先輩たちとできるっていう環境はうまっ最高ですね。見た目もこれでお客さんが踊ってくれたら。じゃあバーボンズってどんなバンドなの？一言で言うとお客さんと一緒にライブをするバンドです。お客さんも一緒になってライブするバンドです。だから振り付けもいちいち教えるんですもちろん楽器隊も振りあり踊りあり。ダンサーなのかちょっとそこに寄っていってます初夏の風に乗り、無数の花の種が舞い降りるステージでジャーバーボンズのリハが始まった。リハ終わりの楽屋で即興の歌が始まった。エンバリセイキャンピングカー、そう夢と希望を乗せてキャンピングカー、そう僕らはそれでキャンピングカーでキャンピングカー、そう僕らが欲しいのはどこでも生きていけるキャンピングカー、 Life is beautiful キャンピングカーで そんな楽しい雰囲気の中、ハイサイ琉球祭りがスタート。もちろんジャーバーボンズの特色は沖縄を抜きには語れない。俺はいい意味の緩さかな。あ、なんかいい意味で緩くて、それがなんか親しみが持てるというか、メンバーもスタッフも部活さんもなんか本当に沖縄の緩やかさがなんかあるのかなって思って、ライブで初めての人たちがジャーバーボンズを見てくれる中で、どうしたら俺ら分かってくれるんだろうって、それを歌で伝えるためにはまずじゃあ俺らの人を知ってほしい、俺らの人柄ってどうやって伝えたらいいんだろう、じゃあ喋ろうとか、じゃあ踊ろう、一緒に歌おうっていうのが多分そういう風な勝手な僕ら自身のジャーバーボンズの色になってた。なんだろう、ライブしててびっくりするのが、小さいもう本当に 1,2 歳の子から上は90代までいるんですよ。ものすごい幅広くて、
その時に、あ、俺らはドリフターズを目指してるんだな。なんだろう、もうドリフターズみたいにこうたくさんの人に愛されるような、そういうバンドになりたいです。ジャーバーボンズの夢、それはいつの日か紅白に出ること。